森林浴、心と体を癒す自然セラピーの森林浴第6章、森林セラピーの将来、これが最後になると思うんだけども、まあ将来的にねどうなるのかといったところで、まあ新しいね、まあ要するに宮崎さんの弟子がいると、これはね僕もね心配してたんですよ。というのはなぜかというと、まあ、香川さんにまあ会った時にね、何年前だったっけな、富山に行った時にね、富山にまあ呼ばれて、僕がまあアドバイザーとして呼ばれて富山に行って、その時に、ああじゃあぜひともね香川さんもアドバイザーとしてね呼んでみたらどうなのつって僕が言って、その富山のその、富山市の、森林セラピー基地認定を進めている、何だったっけな、多分林業振興かなんかそこら辺の方と思うんだけどね、公園、富山の富山医大のすぐ脇の公園をやるっていうから公園関係なのかな、いや森林関係だと思ったんだけどな、まあ、よくわかんないけど忘れちゃったけど、まあ、名刺はもらってあるんだけどね、まあ、その人に呼ばれて、まあ、森林セラピー認定に対するアドバイザー的なところでね、まあ、話をしたい、2回ぐらい行ったのかな富山に。で、まあ、1回目は1人で呼ばれて、その時は小野渚氏もね呼ばれてたんだけどもね、小野渚氏ね蹴ったのよね、行けない、行かない、行けない、どっちなのか分かんないけど、僕と小野渚氏が呼ばれて、僕は行ったのよ、まあ、呼ばれたから素直に行ったのよね。でもう1人が小野渚氏だったと。で小野渚氏も、ああこういうな富山なんかで会えるのかななんて思っていたら、小野渚氏は蹴ったと、行かないとなったと。でまあ僕だけが話してアドバイスして、あともう一人いたっけな、記憶にないな。 で2回目にまた呼ばれて行ったら、その香川さんが実際に来てて、一緒になって、まあ、一緒の新幹線に乗ってて、一緒の、まあ、あれ何線中のあのね富山の方にね上がってくる、汽車でね、まあ、一緒に行ったんだけど、で、その時にまあちょっとね香川さんと、まあ、立ち話というかね、世間話をしていた時、森林セラピー基地の認定ってまだやってるのつって聞いたら、やってるよつって、で宮崎さんどうなの、体の具合どうなのって聞いたら、うん、まあね起伏はあるけれども、まあなんとかやってるよみたいな話で、で、でもう65になると、その時に言われたのはね、何年前なのかなあれは、もうだからもうすでに65過ぎてるよね、そうだよ66だから2年前か、2年前に呼ばれたのかな、その時64かそこら辺で、あと1年だって言われたのよね。宮崎さんが65年定年、まあ、定年退職ってあるのかな、千葉大学はよく分かんないけど、65になるからみたいな話を聞いて、その後どうなるのって言ったら、なんかもうそれで終わりでしょみたいなことを香川さんは言ったのよね。それ宮崎さんの後継がいないと、まあ、要するに香川さんは医学博士じゃないんでね、林学の方の博士なんだけども、医学の方の博士は持ってないんで、医学博士がいないとやっぱり森林セラピー基地認定の実験ができないと僕は思ってたのね。で香川さん、宮崎さんができ、まあ、やらないとなったら香川さん一人じゃできないと思うから、で後継者はいないのって言ったら、いないってその時言われたのよ、香川さんから聞いたのがね。だから、あそうなんだ、そしたら森林セラピー基地認定ももう宮崎さんが動けなくなったらやめちゃうのかな、終わっちゃうのかななんて思ってたわけですよ。そしたらこれに本に書いてあるのは、宋チョロンさん、千葉大学環境健康フィールド科学センター特任教授、あと池井晴美森林総合研究所研究員、なんか2人とも女性らしいんだけど、チョロンさんがね、そうチョロンって男だか女だか分かんないけど、まあ女性らしいのよね。で池井晴美さんっていうのも、まあ、もちろん、まあ、これ日本名だからね女性なんだろうけど、でまあそれでね名前が載ってたんで、あそっか後継いるんだみたいな。そしたら宮崎さん動けなくなっても、まあこの人たちがね医学博士かどうかは分からないんだけどね、李慶先生なんかやらないのかな、まあ、よく分かんないけど、まあとにかく
心理セラピー基地認定は続くのか続いているのか続いてないのかも僕も調べてないんで分かんないんだけどもね、まだ続いてて誰がやってるのかも知らないし、まあ、ソサエティに聞けば分かるんだろうけど、NPO 法人森林セラピーソサエティね、そこの、が、まあ、実働なんで事務局なんでそこに聞けば分かると思うんだけど、まあそんな感じでね、後継者がいて日本と韓国と一緒になってやってると。で他にもアメリカ、うん、アメリカにもあるんだよねこういうのがね。アソシエーションオブネイチャー&フォレストセラピーガイド&プログラム、これなんかねフェイスブックで見たことがあるんだけどね、こんなことをやってるみたいな、支援をね、森林セラピーガイドの認定にも注力しているって書いてあるから、要するに日本で生まれたんだけどね、要するに森林セラピストも森林セラピーガイドも日本で生まれたライセンスなんだけども、アメリカでも認定していると。これはまあ、その書き込みにはそうなってたんだけども、まあ、宮崎さんとつながってやってたとは知らなかった。だからまあ要するに宮崎さんが認めたんでしょう。で商標登録的に、登録商標的にどうなっている、どういうふうになっているのかはよくわからない。ここにも書いてない。まあ要するにこれから、自然セラピー、森林セラピー含めていろんなものがね、ストレス社会においてストレス軽減法、リラックス増進法として最も有用な実践法であると信じていますと。まあ、最後にも言ってるね、人の体は自然対応用にできているからですと。自然は世界中で懸案事項となっている医療費問題にも大きく貢献していると考えており、今後も研究を通して自然セラピーの普及に貢献していきたいと思っています。あ、これ62年前だから65歳になる前に書いたのか。65歳になる前に出版したので、だから、まあ、一区切り、宮崎さんもこれで一区切りなのかな。今66歳だからね、僕より10歳年上だから。まあ、これね、まあ、僕なんかが思うのはね、要するに都市の東京のね、まあ、東京だけじゃなくて大阪もそうなのかもしれないけれども、都市空間の中で、都市社会の中で生活していて、まあ、要するに、静岡県だったら電通の、にまあ就職してね勤めて自殺しちゃったっていうなんとか祭りさんとかね、ああいうような事案があるわけだから、まあ、そういったものをまあね、なんとかしたいとか、あとうつもね結構多いし、ストレス社会においてっていう、まあ、都市型のストレス社会だよねにおいて自然セラピーというのは、確かにね、効果的なのかなという。でそれが求められていて、それをいかに活用するかということがこれからの課題なのかなとも思う。ただね、僕が今要するに森林セラピーをやっていた群馬県上野村なんていうのはね、まあ、それからその前はね拠点が、北海道の鶴居村だったんだけれども、北海道の鶴居村が、まあ、要するにその森林セラピー事業をやめると、一切もうこれからはやっていかないということで僕が解雇されてクビになって、そこまでは全部僕がプロデュースしてたんだけどもね、クビになって、じゃあそれでって、まあそのそばの阿寒郡阿寒町じゃなくて釧路市の阿寒町かを合併した後だからね、阿寒湖畔でね、まあ拠点を置いて活動して、そこもまあ解雇されて、これはパワハラで解雇されたんだけども、で、浜松に戻ってくるということで群馬県上野村に、まあ、寄った時に、誰がやってくれる人いないかな森林セラピーをみたいなふうに担当者に言われてね、でまあ僕プロデュースはするけどもガイドとして、案内するっていうのはあんまりやりたくないんだよねみたいなことを言ってて、ただまあその新しく案内して現場で実践してくれる人が見つかるまでだったらいいよみたいな話をして、で群馬県上野村の森林セラピーをプロデュース兼ガイドと案内すると、セラピストとしてね現場も担当するということでやったんだけども、まあ、結局ねその森林セラピー基地がある場所、まあ、要するに鶴居村だとか上野村だとかね、そこに住んでる人は毎日が森林セラピーだから、基本的に言うとね ほぼ毎日が森林セラピーよ。
だからね、まあ、森林セラピーというか自然セラピーだよね。牧草地もあったりね。上野村も完全に森林セラピーだよね。もう森の中だからね。窓を開ければ森林セラピーみたいな感じだよね。だからね、そういう人たちにね、森林セラピーいいですよなんて言ったってどうしようもないわけよ。だって毎日の生活が森林セラピーだから。だからその人たちにこの自然セラピー云々かんぬんっていうのは逆なのよね。逆に自然、森林がストレスなのよ。鹿のね、イノシシの獣害にあった、獣の害にあったなんていうのがストレスになるわけよ。畑荒らされたとかね。だから まああと大雨降って道路が交通止めになったとかね。まあ、そんなの上野村でしょっちゅうだからね。だからそういう人たちにしてみれば、じゃあストレス発散どうするかっていうと、まあ高崎の町に遊びに行くとかね。そういうことなのよ。だから上野村に住んでっていうか、上野村で働いてる人はもうすぐ休みはもう上野村から出てって、まあ高崎まで出てくとかね。あとはもしくは東京とかそこら辺まで遊びに行っちゃうとかね。それがストレス発散なのよ。まあ鶴居村なんかもそうなのかもしれないけどね。釧路市のね、市街を町の中に遊びに行くとかね。でもしくはこれ面白かったのはね、阿寒のね、アイヌコタンっつって、まあコタンがあってお土産屋さんよね。アイヌ、今のアイヌっていうのは、アイヌであってアイヌじゃないみたいなもんだからね。昔のアイヌの生活なんかしてる人一人もいないんだから、みんな、ね、和人と同じ生活をしてるわけだから。ただやっぱり見た目というかアイヌの顔を持っていたりとか、体つきもね、アイヌだったりとか、でなおかつ、いまだにやっぱ、あの人アイヌだからみたいな感じの、言う人もいれば、そういう空気感があったりもするわけよ。で、あの人はアイヌコタンの人だからみたいな。それは和人であったとしても、アイヌコタンで商売してるというか、アイヌコタンでお店開いてるとなれば、あれはアイヌだからっていうか、アイヌ系だからみたいな感じでね、思われてるというか、でアイヌがやっぱりね、あんまりね、アイヌ金持ちなのよ。結構金があるのよね。でアイヌがそこら辺でね、それこそキャバクラとかね、キャバレーとかね、なんつうのかな、まあ、そういうところでね、遊ぶとかっていうのがね、やっぱね、人目気にするのよね、アイヌって。これ聞いた話だけどね。やっぱり周りの目を気にすると。だからどうするかっていうと、みんなハワイ行くんだって。 まあ要するに海外よ。海外に行ったらアイヌじゃなくなるというか、アイヌというような見方が見られなくなると。日本の中にいると、あいつはアイヌ和人みたいな風にね、ような目があるんだけども、海外に行ったらアイヌっていうような見方がされなくなると。まあもちろん日本人とは思われないかもしれないんだけどね。まあ要するにアイヌとは見られないと。だから、要するに観光旅行の暇な時期ってあるでしょ。まあなんかな、春休みが終わって、その夏までのゴールデンウィークが終わって、夏までの間とか、あとね、夏休みが終わって、まあ紅葉が始まるまでの間とか、まあそういう時期はね、みんな海外に遊びに行くと。お金はあるんだから海外に遊びに行くと。そしたら、人目気にする必要ないと。まあそんなこともね、言ってたんだけども。まあ要するにそういう、そうそう、だからね、そういうふうにストレスを発散するわけよ、森に住んでる人は。だから自然セラピーというのは、都市空間にね、都市社会に住んでる人には効果的、まあ、要するに普段ないものだから効果があると。普段森の中にいる人はどうなのっていうところなのよね。だから本当にそういう都市型のライフスタイルを持っている都市環境の中でね、ビルの中に、コンクリートの中、アスファルトの中で生きているような人たちにはこういうのはね、よろしいんだけれども、そういったところでね、どんどん活用してもらって、まあ、自殺者も出なければ、鬱も出ない、
それから最後にね、宮崎さんが書いてるように医療費問題だよね。医療費削減につながるかどうか、まあ、要するに医療費を削減をするために別なお金を使ってたら、僕なんかにしてみればバカらしいと思うし、それは普及しないと思うのよ。だから森林セラピーっつって、森林セラピーに行って、まあ参加料5000円とかね、上野村は5000円だったけども、鶴見村の時いくらでやってたっけな、2000円とか3000円、1000円とかでやってたのかな、まあいろいろあったんだけどもね、まあ、そんな風にしてお金を払ってでね、いうよりもね、もちろんその健康保険対象の、プログラムじゃない、社会保険費用を使ってるわけじゃないけれどもね、自費負担なんだけれども、やはりお金を使わないでってなると、浜松城公園の森林浴だとか、サナレコ公園の森林浴だとか、まあ、都市空間で言えば代々木公園だとか明治神宮だとか、日比谷公園でもいいし、まあ、ランチね、仕事の間のランチとか、あとね、いろいろあるわけよ。それはまあ森林療法ハンドブックってね、古谷英生さんの方に本にね、いろいろ紹介されていたようにね、フィールドがあるわけ、公園でいいわけよ、公園で本当にと思う、まあ、僕の場合はね、こういうふうにね、この庭をホリスティック森林浴セラピーガーデンと名付けて、でここで生活する、こういうところで、毎日の生活を送れば、医療費削減につながるということを言ってて、まあ、実際にね、僕もね、病院に行ったのは記憶を呼び戻すというか、いつだったっけなと思い出すのがね、いつ、この前歯医者にこのね、詰めてあるというか、ブリッジがね、歯のかぶせてあるブリッジが取れちゃったんでね、それを直せないかって一回言って、まあ、接着剤で貼り付けてもらったっていうのがあったんだけども、それの前に病院行ったのはいつだったっけな、もう記憶にないくらい、まあ何年か前だよね。で、この後にね、森林セラピーの組織ということで、あ、アメリカ学習国に拠点を置くってさっき言ったやつと、あとオーストラリアのメルボルンに拠点を置いているっていうのもあるね。オーストラリアンネイチャー&フォレストセラピーアリアンス、でそれから英国政府の森林委員会によってサポートされているフォレストホリデイズ UK、で日本ね、フォレストセラピー、あ、違う、その前にスコットランドにおける森林セラピーの紹介がされているフォレストセラピースコットランドで、日本の森林セラピーソサエティとで、韓国の、山林庁コリアフォレストサービス、うん、で、文献出展されてるね、文献の紹介があっていっぱいあるね、これすごいね。で、あとで最後に作品があると。で、社事、韓国における森林セラピー関連の執筆においてって、ジュヨングリーさん、ジュヨングリー博士、水谷めぐみさん、アメリカか、ケイト・アダムス、ジョーナ・スミス、池井晴美博士、みんな知らない、この辺りは。まあ、宮崎さんともほとんどね、その基地認定の時のお付き合いぐらいだからね、その後はメールでたまにというか、メールで何回か、うん、まあ、そんなところでね、森林浴、心と体を癒す森林セラピーの森林浴、終わり。